海部品ブースにおきまして南海サポートライダーのトークショーを開催いたします。とその前に今年南海部品のイベントを皆様にご案内。なんと今年も鈴鹿8時間耐久レースで鈴鹿サーキットとコラボレーションします。8フェス南海ステージ、出展メーカーが多数出展し、ステージではスプラッシュイベントやトークショーが開催されます。じゃんけん大会などを催し満載。今年も7月20日21日は熱い鈴鹿へ GO。 さらに少し先にはなりますが、10月20日にはライダーズミートも開催予定です。開催場所は淡路ワールドパーク小野ころ、6年ぶりの淡路島での開催です。こちらも見逃せません。さあ、そして、ただいまよりですね、スペシャルゲストが駆けつけていただきましたので、早速登場していただきたいと思います。こちらは皆様なかなか普段お会いすることができない、国内トップライダーのお二方ですので、ぜひね、そのトークを、キレキレのトークと面白い楽しい時間を過ごしていただければと思います。それではお呼びしましょう。全日本トライアルIAS クラスに参戦中のトップライダー小川智之選手、そして黒山健一選手の両選手です。どうぞこちらへお入りください。小川選手、黒山選手、ようこそお越しくださいました。よろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします。いやー、すごいたくさんのお客様に来ていただきまして、あの皆様ちょっとだけいいですか、あの本当に、ね、たくさん集まっていただいて嬉しいんですが、後ろの方通路となっておりますので、もっと前の方に詰めていただいてですね、大丈夫ですよ、一番前まで来ても噛みつきませんので、大丈夫、あ、そこまで来ても OK というね、はい、村山選手を間近で、ね、小川選手の話を聞いていただいてということで、さあどうしましょう、もうね、なんだろう、私がちょっとドキドキしていますが、はい、このスーパースターのお二人に来ていただいて、あの簡単にちょっと自己紹介なんか、まずでもあれですかね、なんでいるんだと思ってますかね、みんなね。あ、そうですね、あ、それもそうか、なかなかやっぱりトライアルの選手が向こうに来るとか多分まあなかったと思うんですよね。はい、そうですね、はい、どうしましょう、あの自己紹介なんて言ってる私がもう野暮ですかね。はい、じゃあもうどんどんお話ししていただいて、そもそも、はい、来て、ね、お越しいただいた理由も含めまして、はい、もう全部バッチン打ってあげてください。お願いします。まあ、初めましての方もいると思いますけど、はい、トライアルライダーの小川智之です。よろしくお願いします。はい、同じくトライアルライダーの黒山健一です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。皆さんいいですか、もう本当にね、私も一応ロードレースのプロをやってましたけども、日本で多分このお二方がオートバイに乗ると一番うまいお二人です。はい、ね、自分の背よりも大きな岩、ね、手を使っても登れないような岩でもバイクだったら登れますっていうようなお二人、はいはい、からの、まあ、告知も含めてですよね。はい、はい、でもさっきトライアルショーはちょっと外でやらせていただいたんですけど、まあ、今回なんでここに来させてもらってるかっていうとですね、8体皆さんご存知だと思いますけど、8体の方でですね、トライアル賞は多分何年もずっと、あったと思うんですけど、そこのステージで今年はですね、僕と黒山選手が、復活でやることになりました。久しぶりの復活ですね、はい、南海さんのちょっと力を借りてですね、そこでできることになったので、今回この大阪モーターサイクルショーで発表っていう場にさせていただきました。はい、皆さん聞きました、このお二人が8フェスのトライアルデモンストレーションステージでは今年スーパーパフォーマンスを見せてくださいます。はい、はい、あれちょっと黒山選手今日は控えめな感じですか。あ、なんかビシッとしてるのは気のせいです。制限時間最後ギリギリってなった時に、はい、ぶわー喋り出して、はい、気がついたらあーって止まらない状態にしてやろうと思って。大丈夫ですよ、大丈夫です、止まらなくて結構ですから。そうですね、まあ、やっぱり夏といえばね、はい、まあお祭り、はい、でまあお祭りって二輪業界でお祭りといえばね、やっぱり8体なんで、そうですね、はい、うん、でその昔やっぱり僕たちそこでデモさせていただいた経験が何回もあるんですけど、まあちょっと間が空いて久しぶりの復活っていう形で、はい、ちょっと今年の夏は止まらないなって思ってます僕は。ああ、いいですね、うん、今年の
夏は止まらない、そして熱く熱い鈴鹿をもっと熱く盛り上げる、ね、はい、素晴らしいですね。なので初めてに久しぶりなので、先ほどちょっとトラックでやって、今までこう鉄のスロープとかいろんなコースが多分あの見た方あると思うんですけど、一応ですねここで、まあ昨日もちょっとちらっと言いましたけど、はい、実は今こう新しいちょっとコースを作ってまして、多分ハチフェスがお披露目になると思います。そうなんですか、はい、なので黒山選手は当日ぶっつけ本番で走りますもうねもうこの時点でだからもう罠に僕は半分ね半分が片足入ってるんですよ、はい、黒山選手の苦手なコースばっかりです、はいはい、もう公開処刑ですよ本当に。最高ですよ ね楽しんでデモしよう思ったらね、はい、失敗して失敗して真面目にやれって多分みんなから言われるパターンですからこれもうね皆さんこの黒山選手の表情をもとくとご覧あれと、本当にねもうこの最強のコンビのこの2人が、まあ、新しくね新設される、はい、コースで、はい、ということで、もうね黒山選手、今のね小川選手のお話聞いて、おいちょっと待ってくれというようなね、そのフィーリング最高ですね。でやってくれるんですよね。いやまあそうですね、あのね、まあ、もともとトライアルって予選走行もなければ練習走行もなく、ね、ぶっつけ本番の競技なんで、そうなんですか。だからまあデモセクションであろうとぶっつけ本番で俺はやってるねとは思うとるんですけど、はい、まあそれは何回何百回で何なら設計したのもこの人ってことでしょそらもう絶対僕は恥かきに行くなと思って、はい、まあ、でも恥かくのも恥かきのいいことですよ。勝負じゃないですから、はい、勝負じゃないんで、勝負ですよ。あ、そう。それはもう、それはもう、さあ全日本は結果の勝負ですよ。はい、そうですね、うん、はい、イベントはどれだけお客さんを沸かして、どれだけお客さんからかっこいい面白かった、まあ、拍手をいただけるかっていうのが勝負ですよ。はい、はい、でも今日で言うとめちゃめちゃ盛り上がったんですよ。今日は僕の勝ちでした。なんですけど、なんですけど、はい、トライアルショーでしょ、はい、でも一番盛り上がったのはバイク降りている時です乗ってなかった時が一番盛り上がってました僕多分小川選手の半分しか乗ってないですよあのギャラ返しなさい。ちょっといいですか、あのすみません、私この MC のポジションこの時間いります？いります、いります、そうですか、はい、いや止めてください、ここ、はい、はい、いやいや、あのこの時間はですね、あのこのねハチフェスの、はい、お二方による、まあ、ステージのトライアルのねデモンストレーションの告知ということでお越しいただいているわけですけども、もうなんかトークショーやっていただいてもいい感じですよね。ちなみにですけども、めちゃくちゃ今お客様このブース前にお越しいただきまして、はい、ちなみに今どちらが勝ったのか負けたのかみたいなね、またあのこのトークショー終わりで皆様にちょっとね、はい、あの小川選手勝ったと思う人、はい、倉山選手と思う人っていう中で、ね、聞いてみたいなと思うんですけど、はい、すでにこのねバチバチの、はい、バトルをライバルですから、やっぱりライバル、うん、それもやっぱホンダとヤマハでもありますし、はい、まあ、それも成績も争ってますから、昔でいう80年代の HY 戦争とかいう、そうですね、はい、時を経てそれがトークで、トークでもバトルで、そう、トークですよ、ホンダも、あ、そっちのバトルね、はい、すいません、誰か止めてくださいというようなお二方ですけども、はい、まあ、本当に、いやでもね、トライアルのデモンストレーションを8歳の際にはやっていただくわけですけども、はい、トライアルという競技をですね、あの皆様に、まあ、どれだけすごいかということも含めてですけども、もっと知っていただきたいそうですねって思うんですよ。私もね、あの今あの黒山選手おっしゃったように、トライアルっていきなり本番一発勝負なんですよっていう、練習もなければ予選もないしっていう、初めて知ったんで、なんかトライアルとは何ぞやっていうのを、ちょっとせっかくこの国内を代表するツートップですから、ちょっと皆様になんかトライアルもっと知ってよっていうのを、なんか見たことない人いますまだ。あ、そうそうそう、まずまずもうさすがにいないですかね。あ、いますトライアル競技言いました。なんか言い方が失礼。いや違う違う、なんかあ、まだいるんだ的な空気感感じました。いやもう見飽きた感があるのかなと思って。やっぱチャンピオンは違う、俺をまだ見てない感じなんで今日ちょっと押せ落とすな俺は。それは確かに確かに、それはお客様に対してトライアルを知らないのか俺を知らんのかどっちやっていうことですねなんで乗ったんですかそこすいません小川選手、私は基本的に勝ち馬に乗りたいと思ってすいません。まずはちょっとルール説明軽く言ってください。あ、そうです、そうです、軽く、さらっとルール説明。まあスピード競技じゃないですね、まずトライアルはバランス競技で、コースが10個ぐらい作られてて、一応コース内は日本は1分になってます。で足をついたら1点2点3点、点灯が5点なんですけど、最終的に点数が少ない方が勝ち取れます。なので足をつかずに回ってこれたら当然優勝ですし、あとで言うと分かりやすくてね、
ゴルフが一番近いですかね。なので例えば18ホールあって、例えばそのコースを好きなコースを見に行くお客さんもいれば、好きな選手を見に行く人もやって、そういう感じでこうキャディーさんみたいな人がいて、僕らはそのアシスタントっていうんですけど、ざっくり言うとそういう感じでレースが進みます。なるほど。逆にね、私ずっとロードレースやってましたんで、はい、タイムを削る方の仕事ですから、はい、でそのセクションの中で今1分っておっしゃいましたね。一応制限はあります。その中でオールクリーンで早くクリアできたらなんかプラスとか、なんかそれはないですね。それはないですね。それはないですね。ああ、じゃあ一応ね、こう大会の持ち時間っていうのがあって、全て点数が同じ場合は早くゴールをした方が勝ちなので、それはあります。それは、はい、ロードレースでいう予選が1000分の1秒台まで同タイムだったらセカンドタイムで決まるっていう。そうですね。なるほど、はい、そういうことなんですね。それはありますね。いや、やっぱり聞いてみるもんですよね。知らないことがいっぱいあって、まだまだあって、まだまだあってっていう顔してますけど、これ説明が上手だなと思って。ギュッとしましたけど、ね、上手。ちょっとお客さん目線で言うんだったら、ロードレースとモトクロスはもちろん速度が速いからちょっと、近い距離でお客さんが見てると危ないっていうのがあるんですけど、はいはい、トライアルって本当に競技的にもこの距離で行われる、はい、そうですね。一番近かったら本当これぐらいだと思います。だからもちろん、ね、はい、ここで例えばライダーがクラッシュしたらもちろんバイクが吹っ飛ぶ可能性もありますけど、ちょっと安全対策含めも、はい、気にしていただきながら、本当に息遣いから汗、はい、全てが見れるっていうのもトライアルの醍醐味かなと思います。それってすごいですよね、はい、で、あとはヘルメットも、はい、フルフェイスじゃなくて、まあ、顔が出てるヘルメットなんで、まあイケメン探すのもよし、苦しい顔、悲しい顔、まあ、嬉しい顔を見るのもよしって、顔の表情が見れるのもトライアルならではかな、はい、そんな時は誰を探せばいいんですか。それはやっぱり、いや、そこは自分、今のは言うとこじゃないの。なんか恥ずかしくなっちゃった。そんな時は僕を探してください。ですよね、はい、よろしくお願いします。本当にイケメンの、超イケメンのお二人です。顔よし、喋りもよし、はい、もう最高ですけども、ちょっとね、はい、私聞きたいことがいろいろあるんですけど、いくつかっていうかね、いいですか。大丈夫です、大丈夫。例えばね、もうどう考えてもこの岩登られへん、やっぱ素人目ですよ、はい、無理やんって思うようなセクションに挑むときってどんなこと考えてるんですか。日本のコースで言うとあまりこうそこまでの、一応僕たちこうトップのレベルでいるので、はい、あんまりないんですけど、昔世界、ちょっと待ってください、あんなにこれは無理かなっていうセクションでもあんまりないよね。こう真面目に答えていいですか。真面目でいいと思うよ、はい、ボケるとこじゃないからこれ今全日本ではこれは無理っていうのはないです。そうなんです。視聴者それを想定してこう練習してくるので、はいはい、もう絶対無理って、だから条件によってタイミングが合わないとか、セッティングがちょっと合わなかったとか、いろんな条件でいけないことはありますけども、もう下見の段階でこれは無理ですっていうのはもうないです。必ずいける。ただでも世界選手権では僕データがあって、はい、それは本当に怖かったです。あ、やっぱりいける自信もないので、マジですか。はい、小川選手でも世界レベルになるとそんなハードルが高いようなセクションもで当然イメージ湧かないので当然いけなかったです、その時は。こんなトッププロでもイメージが湧かない、はい、そもそもそんなことあるんですね。いやーすごい。そんな時はね、はい、まあ、例えば、まあ、目の前に壁があります。手前でちょっと助走のところで止まります。アクセル吹かしながら、いけるかな、いや無理やろ、いけるかな、無理やろ、よっしゃ、まあ行ってみよう、いけるいけるいける、やっぱ無理やんで失敗します。もう自分で全てツッコミボケが入りながらもうそれで大体それで、ちょっと待って、やっぱ無理や、絶対寝たやで、絶対寝たやで、転がったバイクを見てやっぱ無理やったなで投げかけて終了です。で大体そんな感じやな、大体わかりますよね。いや、わかります。でも確かにそれがいけるってなった時は確かにいけるよね。そういける、切り替えた時はマインド、そうマインドは大事、ね、だからいけるやんいけるやんって思って、やっぱ無理やんのパターンもありますけど絶対無理やってで言って、あいけたわっていうのもあるんです。まあ逆もあるか、ありますあります。いやでもそういうのを知るっていうすごい貴重なお話ですよ今この時間。いやー本当に何だろう、もっともっとお話聞いていたいんですけども、もうすでに開始から15分っちゃった、めちゃめちゃ後ろ残ってるんですか。すいませんでした。いやいや全然大丈夫ですよ。これねサッカーで例えるならもうなんかアディショナルタイム45分っていう感じなんですよね。だからもう本当ね、南海サポートライダーのトークショーが2人2人で分かれてます。これ前半後半って言ってましたけど、もうサッカーで例えるならもう前半中盤後半っていうね、この3ステージあるみたいな、
そんな、ね、こちら南海ブースとなっておりますが、まあ、今ね貴重なお話を聞かせていただいたことで、皆様ね本当に今年の鈴鹿初回ね、走って、ね、ライディングですね、はい、してるところをパフォーマンスをぜひ見ていただきたいと、ほしいですね、ね、はい、暑く暑い夏の鈴鹿にね、ぜひ皆様にお越しいただければと思います。ぜひ鈴鹿に来てください。はい、最後お二方から、まあ、全日本のね、そうですね、チームもあると思うので、はい、今月末の31日に、はい、全日本選手権の開幕しまして、はい、一応ねマイク使って仲良くやってましたけど、2週間後には一応ライバルになるので、自分の走りをしっかり出せるように頑張っていきますので、また応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、まあ一応ライバルでねありますんで、やっぱり、まあ負けてる以上は勝たないとレースは意味ないと思ってますから、電気バイクで走る2年目のシーズンに、そうだ、はい、走ります、まあ入りますんで、エンジンじゃないんだ。そうなんです、はい、去年から電気に乗って、で今年が2年目のシーズンで、一応今年はちゃん全日本チャンピオンを取りに行きたいなっていうのがまず一つと、でまだ去年勝ててないんで、まずは1勝したいなっていうのが2つの目標がありますんで、今年はそれを達成まずしたいなと思います、はい、で今回のこの夏のお祭りが転がり込んできましたんで、はい、はい、そうですね、でもそこもバチバチなんですね。まあとりあえずそのなんだセクション設定はね、僕はどうしようも手が出せないんで、まずは声帯ここ鍛えて多少インカムのねマイクの音量下げられても、あ全然入ってなくても聞こえるわぐらいちょっと声が出せるようにこっちでね、こっちですよ、こっちですよ、はい、それもパフォーマンス中のね、はい、はいはい、それがどうなるかわからないんで、ぜひとも皆さん夏は8体に遊びに来てください。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。いやーもうこれで行くしかないでしょう皆さんね。はい、ということで、このお時間はですね、お二方のレジェンドに、ね、レジェンドじゃないな、トップね、伝説でもまだまだこれからですから、はい、お越しいただきました、小川選手、倉山選手、この時間本当にありがとうございました。ありがとうございました。どうぞ大きな拍手を。ありがとうございました。また発言お願いします。はい、いやーちょっと貴重なお時間で、ね、すごい気づけばすごいお客様にこの南海ブース、ね、お越しいただきましてありがとうございます。皆様今から南海サポートライダーのトークショーに入ってまいりますので、どうぞもっと前の方に、ね、詰めてきていただいて、後ろ通路になっておりますので、はい、通路の方ちょっと